キック・コリアはアメリカ出身のジャズピアニスト、キーボーディスト、作曲家、ミュージシャンである。1941年6月12日にアメリカ合衆国マサチューセッツ州にあるチェルシーにて生まれ、父はジャズトランペッターであった。4歳の頃よりピアノを習い始める。高校を卒業後、ニューヨークにあるジュリアード音楽院に進学する。 1964年頃からブルー・ミッチェル、ハービー・マン、モンゴ・サンタ・マリアラとの共演からキャリアをスタートする。1966年にはデビューアルバム、トーンズ・フォー、ジョーンズ・ボーンズを録音。1968年後半から、ハービー・ハンコックに代わりマイルス・デイビスのグループに加入。イン・ア・サイレント・ウェイ、ビッチェズ・ブリューなどのアルバムに参加する。この頃から、マイルスの指示で、 エレクトリックピアノを弾くようになる。当初この楽器を嫌っていたチックだが、1970年代にはチックのサウンドに欠かせない楽器となっていく。同じ時期、チックはアバンギャルドなアプローチを見せるようになっており、マイルスグループでもライブで聴かれるチックのソロはかなりフリーの要素が強い。1970年、マイルスグループを脱退した後、ベースのデーブ・ホランド、 ドラムのバリー・アルト・シュルトグループ、サークルを結成。後に、サックスのアンソニー・ブラクストンが加入。フリージャズ寄りの演奏を展開する。1970年代1971年に、ベーシストのスタンリー・クラークラとクロスオーバー、ジャズのバンド、リターン・トゥ・フォーエバーを立ち上げ、ECM レコードから、アルバム、リターン・トゥ・フォーエバーを1972年に発表。 カツオドリのジャケットで有名なこのアルバムは1970年代、ジャズフュージョン最大級のヒット作となる。革新的な音楽性と卓越した演奏技術に裏打ちされたこのバンドは数々の作品を生み出し、トップアーティストとしての地位を確立する。中でも、ライトアズ・アフェザーに収録されているスペインは現在でも他の演奏家にプレイされ続ける。 ジャズのまた彼自身の代表曲である。当初、フローラプリムやアヤアート、モレーラなど、ブラジル系のメンバーが中心であったためラテン色の強いグループであったが、彼らの脱退後1973年にはギタリストのビル・コナーズが、1974年にはビルに代わってアルディメオラが加入し、よりロック色の濃い方向性になった。 1978年にリターントゥフォーエバーを解散したチックはフレンズ、スリーカルテッツなどエレクトリックにもストレートアヘッドなジャズにも時にはクラシックに挑戦したりと多彩な活動を続ける。1985年にはデーブ・ウェックル、ジョン・パティトゥッチとチック・コリア・エレクトリック・バンドを結成。 圧倒的なテクニックと楽曲で話題を集める。1989年には同じメンバーでアコースティックバンドと名前を変え、スタンダードを中心としたアルバム、スタンダードモアを発表した。1992年にはユニバーサルミュージック配給のもと、自己レーベル、ストレッチレコードをスタート。だが、GRP レコードとの契約上ストレッチからリリースすることができず、 1995年発表のタイムアープからとなった。晩年期2004年にはエレクトリックバンドをオリジナルバンドで復活、トゥ・ザ・スターズを発表。2006年にはかつての名優スティーブ・ガットラとともにアルバムスーパートリオを制作発表。2007年にはリターントゥ・フォーエバーの再々結成発表。2008年には上原ひ美とのピアノデュオで 日本武道館公演を行うなど、その活動のエネルギーと多彩さは衰えることがない。夫人は、マハビシュヌ・オーケストラへの参加などで知られる、キーボード奏者、ゲール・モランで、彼女は、コリアの作品でボーカルを聴かせる場合もある。2021年2月9日、ガンにより死去。79歳没。チックコリアアコースティックバンドジャズを基本に、ボサノバ、ロック、 クラシックなどといった要素を織り混ぜた楽曲及び、プレイを得意とする。イタリア系とスペイン系の血を引くためか、メロディにもリズムにも、ラテン色が強い。初期には、フリージャズに手を出したり、リターン・トゥ・フォーエバーでは、ラテンやハードロック調の演奏、ロイ・ヘインズらとストレートなジャズ、ゲイリー・バートンとの短美的なデュオ、さらにはクラシックで、オーケストラと共演など、 多面的な活動が目立ち、そのフットワークの軽さが、かえって評価を下げる傾向もあるが、チックの生み出すメロディーには一貫した、彼独特の響きがあり、それが彼の長年にわたる人気の秘密となっている。ジャズ界でも、群を抜く多作家で、1970年代には1年に2枚以上の、ペースで多い年には4枚、しかもそのほとんどが、オリジナル曲という、 驚くべき創作エネルギーの持ち主である。ありがとうございます。